こんにちは、スコアラーです。いよいよ始まったシーズン2、ゴルフテックでは吉田コーチによるスイング診断が続いています。さあ、スズランさん、どんなスイングを見せてくれるのでしょうか。さあ、それでは早速、はい、我々ゴルフテックのレッスンというのはこの全てのレッスンでモーションセンサーという体にこういうセンサーを装着して、はい、スイング中の体の動きを数値化して、はい、まあ、それもレッスンの中で、使用していきます。はい、きつさどうですか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、このポジションでちょっと気をつけをしていただいて、OK、すごいですね。そうですね、あのこれで上半身と下半身の体の動きっていうところをある程度数字に出せます。これ、まあ、前傾をこうしていただくと、お辞儀してもらうとここの数字が上がっていく。そうです、そうです。でのけぞってもらうとここがフォワードからバックに。それではちょっとウォーミングアップがてら、ボールを打っていきましょう。打ってみます。はい、どうぞ。あれなんですか、スイングを作る上でこうなんか気にしてることというか、スランさんがアイアンの時は、はい、本当にここで止めるっていう意識と、下半身はあんま動かさない、ここを曲げずに、うん、右肘だけ曲げて体にくっつけるように振るっていう意識だけはずっとしてます、アイアンの時。早速吉田コーチがスイングを録画して数値でいろいろと確認していきます。主には背中と腰のひねり、横や前後の傾きを数値化。アメリカのプロゴルファー150人の数値の平均値から理想の数値を導き出し比較していきます。でヒップターンっていうところはプロアベレージでだいたいアイアンだとトップで44度ぐらいなんですよ。んでそれが61度ということは、結局のところ腰の回転数はプロアベレージよりもちょっと高いです。やっぱ動いちゃってるってことですね。動いちゃってるってことです。まあ、ここの腰っていうところがやっぱり反りやすい、まあ、腰の回転が入ってしまって、それによってこうトップっていうところはどん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 背中が反りやすい。だからここのショルダーベンドっていうところが14度か、ここはプロアベレージだとだいたい0ぐらいです。でも右の膝っていうのが意外と踏ん張ってるんですよ。まあ、これはおそらく止めようって意識されてるからこうなってるのかなって気はするんですけどね。なので若干ここの腰のラインのスウェーがちょっと入ってるんですね。右サイドがちょっとこう流れちゃうというか、あ、だからスウェーと下半身の腰、まあ、トップまでの腰の回転数っていうところを修正してあげると、まあ、いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。わかりました。はい、じゃあそこをちょっとやってみましょうか。はい、どうぞ。どんどんやっていかないと時間ないからな、はい、本番まで。実は最初の予選まで20日間と期日が迫っているため、早速改善のためのレッスンです。ここでゴルフテックの秘密兵器が登場するみたいですよ。でトップのポジションまでぐーっと上げていきます。もう何も考えずにいつも通りでいいですよ。でそうするとこう音がこう鳴りました。音が鳴るのは何なんですか。音が鳴るっていうのはこれネガティブビープって言うんですけど、音が鳴ってるってことは結局動きが大きすぎますよってことです。ちょっと頑張って50以内に収めてみましょう。そしたら音が鳴りません。そうです。で今までその腰の使い方っていうのをしてないので、おそらく肩の回し方っていうところも変わってくるはずです。でこれだとさっき右の肘をこうなるべく早く曲げるって言ってましたよね。これしちゃうとね、おそらくこうずっとこのオーバースイングがちょっと直らないんです。これ右の肘を小さく小さくしちゃうと、ダウンスイングからそれを離そうとする動きが必要になってくるんですけど、大きくワイドにちょっと上げといて、で今やってる腰の回転数っていうのをちょっと落としてあげると。まあ、そこまでいきましょう。はい、そう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 、いいですね。ここがなるべく上がらないように、ここもちょっとポイントにしたいですね。できれば自分の体の胸の正面で常に腕がいる状態が好ましいです。はい、そう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 、こういう感じです。しっかりここはスペースを作っていきます。これまでの津田さんはこうです。はい、で腰がこっちに入ってきて背中が反ってこういう
感じです。なので腰の回転を止めつつ大きく前どうも、そう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 、でこうです、はい、じゃあここ、これでちょっと一球打ってみましょうか。スイングを変えるって大変だな。そうですね、体力を使う。 OK、 今音が鳴りませんでした。でもおお、うん、振りづらい、うん、今のスイングだとほぼほぼ腰のこう回転数っていうところも収められてきて、ここがトップの位置です。まあ、当然バランス的にはまだ上半身が慣れてないので、若干ぎこちない雰囲気はあるんですけれども、プロの映像をちょっと出します。今後やっていきたいのはやはりここの上半身の動かし方です。やっぱりまだまだ左の肩っていうのを上に上に使おうとしちゃうっていうところ。確かに。でそれがやはり背中のこう反る動きを強くしすぎてるっていう可能性は非常にあります。ああいいですね、いいですね。プロの映像を見るとやっぱりちょっと変わる意識が。ここでアイドルとして忙しい日々を送るスーランさんにどこでもできる練習ドリルを伝授します。でまず下半身の動かし方を改善するためにちょっとワイドスタンスを取ります。ここのこうやってクラブをここに当てて、でグーッとこう上げてくるんですけど、肩を回していくんですけど、これがそうそうそうこうです。こんなに、こんなにこんなに、そう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 、ほら、おお、反ってない。上半身反ってなかったよね今。はい、上半身反らないんです、そうやってやると。すごいな。ボールを打つことばかりしちゃうと結局治るものもなかなか治らなかったりします。これはよくある話です。すごい慣れてきた。お、いいですね。さあ最後にボールを打ってレッスンの成果を数値で見てみます。いいんじゃないですか。ちょっと見てみましょうか。ビフォーアフター、右が今です。こんな感じ。おー、だいぶだいぶ減りましたね。体の反りもなんかちょっと軽減してきましたね、次はショルダーティルトです。肩の浮き上がり24度、まあ7度ぐらい上がりましたね。何回も何回もさっきのこれやってればいいんですよね。治ってきます。やっぱ今はこれが限界か。 すぐね結果求めても、はい、1日にしてはなかなかスイングは習得できないですから、焦らずやることです。そのために僕はいるんです。今のダメだ。まだまだお互いに信頼関係が築けてないようですが、まあ吉田コーチスイングと同じです。一日にしてならずですよ。そして迎えた GDO アマチュアゴルフトーナメントの予選会当日、石岡ゴルフクラブを舞台にいよいよ実戦です。おはようございます。おはようございます。おはようございます。そうですね。いやいや、どうですか調子は。いやいや全然ならないし、やば右行くし、はい、やばいっす、やばいっす、やるしかないですね。そうですね、頑張っていきます。まだ寝てる状況なんで、あのロッカールームで起こしてきました。どこ、ストレッチしていきますか。はい、こっちこっち、後ほど、はい、大丈夫かな。ちょっと緊張感が変わった。緊張感がそうですね、ありましたね。ありましたね。うまそうな人たちばっかりなんだけど、もう雰囲気、もうなんかやり慣れてます感がすごい。お腹痛い。今日このスタート前のこの練習場でちょっとこう見つけるしかないですね。あれ、あのミスが一番多かった。あ、いやいや、トップでしかも上を叩くことが多かった。なるほど。いろいろと調子が良くないというスズランさん、とは言っても大会当日なんとか少しでもいつもの調子に戻してほしい。こうなるのもう一回打ってみてください。もう一回打ちますね、はい、あれは一番ひどいパターン、うん、これも2番目にひどいパターン。まさにゲントさんな感じの大会当日になってしまいました。20日前のゴルフテックでのスイング診断から一度も吉田コーチの元に行けなかったスズランさん、その間にラウンドはあったというものの完全に調
調整不足。一体どのような試合展開になるのでしょうか。次回は女性の熱き戦いをお届けします。そして調子のならないスーザンさんに吉田コーチの激ガッツを見ます。次回もお楽しみに。